時折任天堂の新機種が開発中である際、その機能についての提案を求められることがありました。ゲームキューブが開発されたり、スマブラデラックスを企画している頃からたびたび私が提案していたことなのですが、コントローラーについて要望が一つありました。ホイールが欲しいです。昔風に言えばジョグダイヤルとか。今でこそマウスにはホイールが標準的についています。ブラウジングなどをしている人はその便利さはわかると思うのですが、もしゲーム機にホイールがついているとメニュー選択がものすごく便利になります。ゲームはさまざまな入力受付を行いますが、その中でメニューなどの選択を高速にしたいわけです。ホイールによって何かをスパッと選ぶ動作が抜群に速くなればと。スパンと決められそうですよね。もちろんメニューには限らず、ゲーム内では多くのものから何かを指定するというシチュエーションがいっぱいありますから、端々で便利になると思ったんです。またクリック感のあるホイールがあれば嬉しいとも当時思ってました。ゲーム遊びですから、カリカリっと手応えがあることでより実体感が出ることでしょう。もちろんホイールが思ったよりも大きいのでハードに収めるのが難しいところがあるのもわかるので、見送られるのも当然なのかなとは思いますが、メニューを選択する方法、今は普通にアナログスティックをコンコンコンと倒していますが、私はその感触に満足できているわけではないです。ここは十字ボタンとかの方がいいかな、クリック感があって。ホイールはともかく、新デバイスが導入されたら UI に適用できることはないかなと常々考えていますよ、ということで。今回の話は当時新機種に期待したデバイスの話をしましたが、主体はそちらより当たり前になったものを見直す要素が大きいです。メニューや UI をコントローラーで操作する感触は今でも合理的に変えたいと思っていますが、便利にショートカットできるほど慣れた人しか触れない、一般性が下がるような UI になり得るところもあり、難しいところですね。新デバイスにでも頼りたいとスマブラデラックス企画書制作当時から思っていたわけです。